こんばんは。こんばんは。今日は自分が一番大変な思いをする日本人の美しさというテーマでお話をさせていただきます。先日元日本の兵士の方とお話しする機会があったんですけれども、その方はこのように今の現代のことを嘆いておられました。今戦争の話をするときに上官が下士官を先に前線に行かせて一番大変な目に遭わせただとか、また上官が食べ物を取ってしまって下士官が飢えただとか、そういった日本の軍隊の中で大変辛い思いがあったという話をよく聞くけれども、そのようなことを言われるのはとても辛いとおっしゃっていました。確かに私自身も学校へそのようなことを習ったことがあります。日本の兵士は自分が助かるために相手の食べ物を、同じ同期の戦友の食べ物を取ってしまったり、下士官を一番大変なところに行かせたり、自分だけが助かろうとしていたんだと学校の先生は話していました。ですから学校の先生はそのような兵士が自分の部下も守れないような人が日本の国民を守れることがなかったんだと、そのように戦争を否定する発言をしていました。確かに人間ですから自分が助かりたいという部分もあったと思いますし、そのようなことが全くなかったとは思いません。でも今まで戦争に行った方などのお話を聞いていくと、それだけではなかったのではないかと思うことがたくさんあります。例えば私が以前8月15日に靖国神社でお会いした方がいらっしゃるんですが、その方は南方の戦線に参加された元兵士の方でした。その方が実際に栄養失調にかかってしまって、洞窟の中でこの横になって動けないような状態になっている時に、戦友がいつも食べ物を届けてくれたそうなんですね。果物を2個だったり、また野菜を2個だったり、いつも食べ物を運んできてくれて、少しの量だったけれどもそれでなんとか生き延びることはできたと言っていました。でも後で分かったそうなんですけれども、実際にその現場の兵士に配られていた食べ物は1個ずつだったそうなんですね。なので2個ずつもらっていたということは、いつも持ってきてくれる戦友が自分の分も一緒に渡してくれていたんだということが後で分かったそうです。でも分かった時にはその部隊はもう2つに分かれていて、その戦友がいた部隊は南方の別の島に行くことになって、そのまま戦友は亡くなってしまったそうです。それでその私が8月15日に靖国神社でお会いした兵士の方は、肉親で亡くなった人はいないけれども、その自分の食べ物を分けてくれた戦友にいつも感謝の気持ちを伝えるために靖国神社に来ているんだというお話をしていました。また私と同世代の女の子が特攻隊はどのような気持ちで出撃されたんだろうということを勉強していた女の子がいまして、その子が10年くらい前に特攻隊員の方にお話を聞きに行ったことがあるそうです。そこで実際に出撃されるときは皆さんどんなお気持ちだったんですかというふうにその彼女が聞いたら、元兵士の方はこう答えたそうです。実際に出撃が決まったときに上官が自分たちみんなを部屋に呼んで、これから出撃を特攻隊として出撃をしてほしいと思っているけれども、強制ではないから希望者だけ特攻をしてほしい、希望者は一歩前に出てくれというふうに言ったそうなんですね。そしたら少し間があった後、一人一歩踏み出して二人一歩踏み出して、最終的に全員前に一歩踏み出したそうです。そこで上官はこれは強制ではないし、特攻隊で行ってしまったら確実に戻ってこられないから、だからもう一回ちゃんと考えてほしいと、空気に流されるのではなくて一回考えてほしいから紙を渡すから一晩考えて、それでも特攻隊に行こうと思っている人がいたら、その時は希望するとこの紙に対し書いて渡してほしいというふうに言ったそうです。そして翌日、その私の友達が話を聞いた兵士の方は熱望と書いて渡されたそうなんですね。そしてその上官がみんなから集めた紙を開いてみると、全ての紙に熱望だとか
絶望などといった言葉が書いてあったと聞きました。そのようなことを聞いてみるだけでも自分だけが助かろうと思った人はいなくて、誰もが特攻隊に出撃しようと思ったのではないかと私の友達は話していました。また私が予備自衛官の訓練で陸上自衛隊の訓練に行った時に防毒マスクをつける訓練があるんですね。これはそのマスクをかぶることで毒ガスなど の攻撃を受けた時にその毒素を吸わなくて、普通の空気、新鮮な空気が吸えるという訓練なんですけれども、その訓練自体はマスクをつけて行うんですが、ただマスクをつけるだけだと普段の空気だと特にどれくらい毒ガスを吸わなくて済むのかというのがわからないので、実際に催涙ガスといってテントの中に催涙ガスを黙々に行き渡らせて、まずはマスクをつけて入って、そしてテントの中で合図とともに全員でマスクを取って、それでマスクをつけている状態の時とマスクを取った時がどれだけ差があるかというのを比べるという訓練があるんですね。実際にテントの中に入って、その時は普通にマスクをつけてますから息ができるんですけれども、マスク取れと言われてみんなでマスクを取ると急に激しい痛みが襲ってきまして、目も痛くなるし、その空気で鼻に空気を吸い込んでも喉に吸い込んでも激痛が走るんですね。で涙はたくさん出てしまいますし、また急に咳き込んでしまって咳き込もうとして息をとするとさらに激痛が走るという大変辛い状態で、もう3分ぐらいで精一杯だったんですけれども、実際にその訓練ではいくつかの班が分かれていまして、訓練自体は1時間ぐらいかかってしまったんですね。で後から知ったんですが、そのテントの中にはその私たちが訓練を受けていた訓練の中隊の中隊長がずっと1時間くらいテントの中にマスクもつけない状態で立っていて、そしてみんながその訓練終わるのをずっと見ていたそうです。その中隊長の目はもう催涙ガスで真っ赤になっていて、みんなが大変な思いをしている中、自分だけテントの外にいるわけにはいかなかった、いけないと思ったからずっと中にいたんだと真っ赤な目でお話をされていました。そのように実際にこの日本を守るために戦われてきた兵士の方々や、また自衛隊の人たちがきっと自分が一番大変な思いをするという思いで日々過ごされているのではないかなというふうに思います。ですから学校の教育などでは自分だけが助かるために相手を犠牲にしたんだというような教えも確かにありますけれども、そうではないという部分も子どもたちに伝えていくことによって、今日本を守ってくれている自衛隊の方々もきっとそのような自分が一番大変な思いをしても国民を守ろうという気持ちでいてくれるのではないか、そういったことを知ることによって感謝の気持ちが湧いてくるのではないかなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。